どうなるかと思ったけどとりあえず落ち着いてよかったあと確認することあっえっ全員センター級アイドルそんなのあったっけあれ何のコーナーだっけいや僕にああ僕の担当じゃなかったああよかった落ち着こうああベルシーをもう,うあ,あみんなうまくやってるかなああなるほど <laughs> ああ、落ち着かないエリタダシさんあ、どうしたんだよ大変です何ですか向山が逃げましたはい、何ですかあの向山が逃げたんですこんな書き込みがありまして向山君が逃げた、はい、はい、エリタダシさんへすみません、はい、今日で仕事を辞めさせてもらいます<え>つきましては担当した VTR データを消去してやりましたよこんな仕事やってられるかバーカバーカそ,そんな なあですよね。えー、はあやばいですよこれ。向山君が。そうなんですよ。そんなことできるように見えなかったけど。そうなんですけど納品チェックの時大丈夫だったんですけど、なんか受け渡しかなんかで採掘したみたいで。えー、他にもなんか調整とかもろもろすっぽかしてるみたいなんですよ。そんな。いやどうするの。いや,<対>やばいっすね、生放送の V. T. R. どうにかしないと、あと。こことりあえず使うかもしれないで、一旦ちょっと語ったりとかしておきますね。こ,ここここここ使うの。いや可能性ゼロじゃないじゃないですか。いや。 だって全然あの VTR となんか雰囲気違うしいやいやそうですいやでもここも堂々スタジオだったみたいですからいやいやえそうなのそうですそうですかないやあんな完璧に僕初めて番組任されたのにどうしよう脱皮したいさあわかりますセミ <laughs> が脱皮したい気持ちがわかるあ,あ,あ,あどうしよう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 あうあ,あれですよね。誰<か>今うしよ 誰かおらんかいえ、誰か…え、ちょっと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 、あの、あの、あの、どうされたんですかお金、お金、すごえ、だ、誰ですかここはテレビ局ですえ、ど、どっから入ってきたんですかそうですけど、いや、そこからえ、こうやパスとか持ってますこういう…パスパスはい、これ 雑に扱ってああいやいやいやパスパスああ拾っておきますねはい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 えテレビに出してくれすいやえっとお知り合いとかですかいやいやいや知らないですよいやこれ渡されてもちょいやちょっとややばい人入ってきちゃいましたよなんでいやお姉さんさえ、なんなんなんでなんでかなんでええ 早い。なんかうまく言えないけど早い。この通りルだ。テ<っ>レビ出してくれるか。いや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 。テレビ出してくれる。ちょちょっと何者なんですか。このままじゃ怪しすぎて出せないですよ。あの,あの僕ちょっとあの他にも出演者とかなんかスタッフとか探せればと思ったんです。置いてくの僕を。いやいやいや。このまま。わかります。心苦しいです僕も。いやでもねちょっとあのはい任せますんであの解説するかなんかはいしていただければと思います。 分かったじゃとにかくつながわくんはよろしく、はい、まだはい。あの緊急事態なんですみませんよろしくお願いしますあ、お金いただきます<あ>お前さん偉い人かいあいえいえここも番組のディレクターでえりただしまことといいますあそうかまことさんあの、はい、私は三代目風車銀の城と申しますはあなるほど風車銀の城さん 歌舞伎役者の方ですか、ね。かいやいやいや、大衆演劇って、ご存知ですか。ああ、なるほど。あの、いろんなところ、あの、旅で回ってるのさ。ええー。それで、あの、風車一だっていうのをね。はい。やってるんですが。まあ、ちょっとした理由があって、テレビには出してくれねえかってことで、ここに来たんですから、ね。え。なるほど。その理由によっては、出演していただけるかもしれませんが。そうですか。はい。あ。いやいやいや、ちょうどよかった。そしたらね。はい。 あじゃあテレビに出たがつきにはね、トザーンってな感じでね、あこういう、こんな、こういう、なるほど。人は肌探せようかなと思ってるんすよなるほど。まあ、僕たちとしてもテレビ盛り上げていきたいので、<う>殿様、商売中でございます。うはい、そういうの嫌い。 え、え、何ですかすごい嫌いだななかなかつかみどころのない人だな私は芝居一本でやってきてますから、はあ、芝居以外のことはできないんですがまあなんとか芝居ですがあっちょうどよかったですお<い>い今この番組の VTR がなくなってしまったみたいでもしかしたらそこでご活躍していただくかもしれません ちょうどいいじゃないですかはいあなたのようなもん見た目でしたら本当に派手ですしこうパーッとテレビの中が光り輝くと思いますパーッとね、はいうん、そっちの方にはね自信があるんでさやるでしょうかいぜひぜひお願いします、ええ、やるでしょうやるでしょう、はい、やるでしょう<だ>やるでしょうちょっとお金はなんか大丈夫ですかねテレビに映ってももうお金なんて汚ねえもんじゃねえですからあまあまあそうですかいやあのここ入る時にねねの,のファンが、ね いやいやいや銀の城さん銀の城さんですねよーせよせっのねこんなんですよああはい、えー、そうですかはいいやえこれでもねはいちった顔が知られてる方なんですよそうなんですねもちろんテレビに出てる子わけじゃないからすみません遠距離というもので,、ね、でいやいやいや,いやとんでもねコロコロコロリンなんてねはい。 毎回出てたさあのコロコロコロリンシアターにはねよくねシアターの名前がこの近くにあるでしょコロコロコロリンシアターあ確かに聞いたことはありますねいやしょっちゅう出てましたよそうなんですねあのおバカビームとかいう演目で有名なあおバカビーム売れましたね売れましたよねおバカビームは売れたなあそこの俳優さんなんですねいやいやいや違いまです私は風呂沼医者ですよあそうですかなるほどねペーペイしかいなかったのに売れましたよ本当とにかくニコニコしてる奴らでねはい。 あれが良かったんだろうないやーでも来ていただいて光栄ですいやいやとんでもございませんよ今日の番組僕失敗できないんですよ失敗できないはいあちょっといいですかすみません何ですか何ですかあ<の><い>今度結婚することになりましてお,おめでとうございますあ,ありがとうございますいこちら僕のお相手です<い>高峰真子さんですほう え、どっちがエリートです。あ、僕、こっちです。あ、ごちく。はい。うん。似てるね。あ、そうですか。うん。まあ、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 似た者同士になるってよく言いますから。まあ、でも、僕にとっては、高嶺の花で。あ、そうですか。はい。それを置いといて。う、ちょ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 、聞いてくださいよ。これ、大事なところですから。 そうなんです、ね、いやいやいや私もねそんなね悠長なこと言ってられないんですよとにかく聞いてくださいって、まあ、聞きましょうよこのマコさんと結婚するにあたって子さんと結婚するにあたって実はマコさんのお父さんから反対されているんですよマコ、うん、さんのお父さんから反対されてるずっと一緒だよって言ったのにね、はい、そうなんです言ったのにそうなんですっていうのもですねマコさんのお父さんこの曲の上層部の方なんですこの偉い人 そうなんりゃ言うこと聞かなきゃダメだめだこんな若造に「自分の娘をやれん」って言って、ええ、だったらこの番組を絶対に成功させるそれさえもできないお前なんて見限ってやるそう言われてしまいました今日は絶対に失敗できないえその人はあのあなたより偉いんですかもちろんですよあじゃあちょっとね、<laughs> その人に会いに行って話をねああ,あ,あそんなそんなすいませんどうしましたあ このままじゃ僕らだけでやることになりそうです。ちょっと待って。え、この声は僕がなんとかしたる。はあ、君は会長の孫であり社長の息子の裕くん。裕くんだよ。裕くん。裕<ー>うん。あ<ー>ちょっとお待たしております。なんだか大変なんだってね。大変なんですよ。<な>そうなんですよ、うん。誰もまともな人がいない。 いやいやいや、まともだよ。まともですよ。何言ってるんですか。すか社長の息子さん、社長の息子だよ。ごめんなさい。心の声が出てしまいまして心の声、怖いね。何という状況だ。しゃべっていい。などうぞ。何ですか。ああどうぞどうぞ。これは。<laughs> ごめんねああ。はいはいはい、ああいうのは趣味の大人の男性なのかな。 そうですねかなり大人な男性に見えますし、うん、本当にああいう男の子なのかい、ええ、ねえねえねえ君たちなは、うん、やちかみの子なは、うん、やちかみの子君たち塩分控えめで塩分なな控えめちょっと濃いんだよね濃いんだよなんかあの子だったら「お化けって生もの?」とか言いそうですよど、ね、言,言わないよお化けはお化けだものえ5歳児のユウくんだよ知らない 僕ら、林田一族専用パスえいいですか、拝見させていただいてもはいうわぁ、本物ですこれ、ほん本当なのそうです、本当にそうですよ言ってんじゃん、ずっと僕5歳なの5歳だよああ、すごい最近ね、伸び率が早いって言うよ、幼稚園の子は伸びましたねすごいカルシウム取っちゃうからああ、すごいんだって大丈夫 あ、すいません<ー>信じてくれた幼稚園だってもちろんです寝たいでもね天下統一を狙ってるからあ,<ー>あらなるほどゆうくんもやる気になってくれてるみたいなんで野望があるんですね、はい、野望あるバで頑張っていきましょう、はい、さあ戦いの始まりですよ